はい、実況やっていきましょう。横渕さんの実況です。前回、イカダ乗りで、一回ミスっちゃって、見事に時間ロスしてしまい、そこで終了しましたけど。今回、こちらの遺跡で再び、ジョーズさんにやるとのことで、最近アニメではインディーさんが出てますが、そっちとはまた別の、サメるみたいですね。はい。サメはみんなエリートなのかね。ここら辺の妖怪は何がいいんだろう。ちょっと見てみようか。速くて見えない。ネクロムスか。ジョーズさん、会いに来たよ。あれ、こんにちは。スティーブ・ジョブズさん、少し聞いたことがあるんだけど、あれ、いない。ジョーズのやつ、どっかに出かけちまったのかな。ん？何やら机の上にメモみたいなものがありますが、これは、え、何？ウィスパーどうしたの？この目のジョーズさんが我々のために書き残したみたいも残したものみたいです。え、なんて書いてあるの？ちょっと読んでみますね。何何？ポプーラたちへ。ついに私は墜落した UFO の手がかりをつかんだ。UFO の手がかりだって？ウィスパー英語読めんの？すごいね。UFO が墜落した大まかな位置が特定できたのだ。だが、その場所はあまりにも危険すぎる。よってここから私一人で UFO の調査へ向かわせてもらおう。どうして？君たちを危険な目に遭わさないためだ。どうか理解してほしい。最後になるが、くれぐれも私の後に追おうなどは考えないでくれ。スティーブ・ジョブズ。へえ、そう言われると余計に今度から行きたくなってきたぜ。しかし、どこに UFO が墜落したのか、この病院には書いてませんよ。その一応お手上げにやんね。UFO が墜落した場所か。なんかヒントが欲しいな。お、ストーリーに活動。これは、むむむ、お尻生体に気になる書き込みが。エスパー、どうしたの？なんと、ヌーの写真を持ってる人間がこの USA にいるらしいのです。にゃんな、またその雑誌にゃんか。的に UFO の手がかりかと思ったのに。いいんですかね、そんなこと言っちゃって。なんと、このヌーの最新号は、墜落した UFO 特集なんですよ。それじゃあこの街のことも記事になってたりして。ザツライツ、その通りですよ、ポプーラくん。で、その最新号持ってる人間についてなんて書いてあるにゃん。何でもゲートについて研究する博士だそうで、おまけに女性だとみんなが脳を乗せていて、ぐーぐぐ来るようなタイプで。ん？これ、もしかして。大門教授のことじゃないにゃん。うん、きっとそうだよ。では、早速、大門教授のところへ行ってみましょう。ということで、今度は大門教授のところへ行くことになりましたね。どういう関係なんでしょうか。では早速行ってみましょう。せっかくだからワープ使ってみましょうか。ピルーン、鏡の世界に連れてって差し上げます。どこにワープできるのかな。サースモンドスクール、警察署、市役所、ブロッコリン教会。あらあら、これじゃあ家には戻れないのか。そっか、まだまだいろんなところにあるんだろうね。そういうのも探しながら歩いていきたいね。と言ってもなかなか見つかんないもんだけど。あら、あら、運河教授さん、こんなところに。エロー、見つけていただきありがとうございます。私の確認の世界であれば遠いところにもしとっ飛びでございます。マジか、やった。ここら辺もね、なかなか来るの大変だから、大変っていうかめんどくさいからね、すごく嬉しい。あ、こんなところにも。あ、間違えた。こんにちは。フィルムを見つけていただきありがとうございます。私の鏡の世界を通れば遠いところにも一つ飛びでございます。おー、ここは端っこだから嬉しいね。すっかり日も出てきちゃうんじゃない？大門教授は24時間置きっぱなしなのかね。こんにちは。キャッハパレルームへようこそ。
せっかく来たんだから、あげんあげんになって、もきり楽しもうよ。ふぅ。めっちゃぬりぬりですね。そりゃそうよ、だ、あんたってパーリールームだからね。どうも、教授、実は俺たち、教授が銃の最新号持ってるって聞いたんだけど。そうだったの。だったら、はい、プレゼントフォーユー。はあ、そんなさらっと渡したの。そのニュースサイト、とても貴重なものなんじゃ。大丈夫だって、特に全部読んじゃったし。それに今の私はパーリールームの調査で忙しいし、ありがとうございます。忙しいようには見えないけどね。やりましたね、ポピュー君。で、最新号には何て書いてあるの？はいはい、ちょっと待ってくださいね。この記事によると、謎の飛行物体を目撃したという A 氏の証言がありまして、セントピーナッツ山に怪しい光が落ちたと書かれています。でも、セントピーナッツ山って言われてもちょっと広すぎない？もうちょっと詳しい場所がわかんないと調べようがないにゃん。確かに。とりあえず一回マックに教えてあげようか。はい、ということで墜落した UFO を終え、ではこちらのクエストやっていきましょう。マックのところ行くんだから、また秘密基地行けばいいんだよね。だから今回ワープして行けるんじゃないかな。ね。どれかな？これだ。森の秘密基地。おお、そう入っていくの。どう出てくるの？あ、そう出てくるのね。腰痛めちゃいそうだな。これすごい便利だね。カットがだってしなくて済むんだもん。いいね。さあさあ、マックくん。カットなしで着いたよ。なるほどな。UFO がセントピーナッツ山に。で、どうします？もちろん元気回ってんだろ。ただ一つ問題あるけどな。問題って何や？前に時計屋のボブじいさんから教えてもらったことがあるんだけどや、山へ行くには真っ暗な洞窟を抜けなきゃならないらしいんだ。洞窟？それが問題なの？いや、問題なのは洞窟までのルートだ。洞窟の近くまでをイカダで川を下れば行けるけど、またイカダ乗んの？川の途中大きな岩がゴロゴロあって先に進めないんだ。それは確かに問題ですね。ってわけだから洞窟に行くのはまずイカダを改造しないと思う。イカダを改造？そんなことできんの？そんな楽勝さ。今が邪魔で通れないんだったらそれを飛び越せるようにすればいいんだ。いつも通りスクラップヤードへ行って改造の使えそうな材料もゲットできるって。なるほど。なるほど。前に我々とスクラップヤードで会ったのは列目に来ていたからなんですね。じゃあ改造用のパーツを探しにスクラップヤードへ行くとしようぜ。では、スクラップヤードに今度は行くことになりましたね。そっち方向にもね、運が際あればいいんだけど。はい、スクラップヤード来ました。ここまで来たんだけど、スクラップヤードの近くには、どうやらね、運が際いなかったですね。建物の中とかに対して。あっ、くそー。早っ。なんなん。じゃあ、戦っていきましょう。仲間になってるよね、みんな。あ、やめると、こいつになってない。ハンバーガーだって。あー、ハンバーガー持ってないからね。はい、勝ちました、勝利。経験値19で、お金が 0.60 ドルでした。お、来たか。イカダの改造を使えそうな材料見つくりめして。それがよ、これだってパーツがなかなか見つかんねえんだ。あらあら、それ困りましたね。俺のイメージだとイカダビャーンとジャンプさせられるようなバネっぽいパーツを探してんだけどよ。そっか、バネっぽいパーツ。俺はもうちょっとここでパーツ探してみるからよ。僕らたちはこの時にはボルブネあたりを探してくれ。うん、わかった。ボルブネってどこ？あら、あ、ウォッチランクでは開かない。
あら、こっち行きたいんだけどな。あら、ランク上げなきゃいけないのか。そっか、ちょっと見てみる、クエスト。ねえ、これ逆立ちコーラ飲みサイクリング、何言ってんの何言ってんだこれ。ああ、私を合成連れてってだって。まあいいや。これは行かなきゃいけないんだよね、きっと。うわ、やばいやばい、早い早い早い。完全にストーカーや。ん？ああ、決まどるか。でも時計屋まで行きましょうか。時計屋着きましたね。いらっしゃいませ。これはこれはいらっしゃいませ。そろそろ来るところだと思っていましたよ。お使いの妖怪墓地を強化したいんですね。うん、早しが早い。ん？話が早い。かしこまりました。少々お待ちを。と言いたいところですが、その前に話をしてもよろしいですか？なんだろう。C ランクへの挑戦。落ちランクアップの前に君の実力を試させてもらう。指定された3体の妖怪を倒せ。この流れ、お約束って感じ？そうだったっけ？記憶がなかった。わかりました。お高いものに行ってきてほしいんですね。もうそれくらいパパと行っちゃいますよ。君の力を試したいんですよ。力を試す。そう、強化した妖怪ウォッチを使いこなせるかどうか知りたいのです。使いこなせないの強化者の強い妖怪に押されてしまいますから。マックボーちゃんのお友達を危険な目に合わせられませんからな。ちょっとした試験みたいなもんですよ。確かにその通りですね。試験って何をすればいいの？難しいことではありません。ある妖怪通してくるだけですか。通してきてほしいのは、サースモンド地区に裏ウロジにいるニキヤキ。ノースピスタ地区の裏路地裏にいるアンドジョー。イーストカシュー地区の路地裏にいるイーセンイッテルの3匹です。君の力試しをするにはちょうどいい相手でしょうか。全部倒すことができたら妖怪ウォッチを強化して差し上げますよ。うん、わかった。そこら辺に妖怪とは少し違いますよ。同じ妖怪に見えても他とは違って少し少々手強い相手でして。どっしりと構えているはずですから、見ればすぐにわかると思いますよ。うん。さあ、ポピュラー回復としていきましょう。ってことで、本日こんなところで終わりたいと思います。次回は新ランクへの挑戦ですね。はい、ありがとうございました。